このイケメンたちの顔が面白すぎて火がでかすぎることに気づかない。皆さんこんにちは、イメゾです。今回は異世界おじさん第5話について語っていきたいと思いますので、よかったら最後まで見ていってください。このチャンネルでは普段アニメの感想や考察、たまにゲーム配信もしておりますので、ぜひぜひチャンネル登録してから見ていただけるととても嬉しいです。はい、ということでね、異世界おじさんついに放送が再開されました。もうなんかすごい待った気分なんですけども、いや面白かった。でも待ってよかったなって思いましたね。このクオリティでやっぱ作ってくれるなら全然ね、待てるので、もし何かあってもね、全然休んでくれてもいいなと思いました。今回の話なんですけども、おじさんがね、まあ、暗殺されたことがあるぞっていう話から始まって、なんかいきなりね、メイベルに襲われるんですよね。まあ、メイベルっていうのはあの氷の、剣を守っていたあの女の子、水色髪の女の子なんですけども、おじさんを多分ずっとつけ回ってたんだよね。そういう一人になる絶好のチャンスをずっと待ってて、ストーカーのようにタイミング伺ってて、すごい形相で襲ってきてたんだけど、全く殺意を感じなかったからおじさんは無抵抗だったんですよね。まあ実際殺意はなくて、まあ泣きついておじさんに泣きついて、まあ部屋に連れて行って話聞いてみたら、おじさんがあの剣なしでドラゴン倒しちゃったもんだから、村からすごいひどい扱いを受けたとひどい扱い、ほんとひどくて、この家がまず解体されて、犬小屋が用意されてたんだよね。犬の隣にメイベルの犬小屋が建てられてて、首輪まであったんだよ。だから村人たちメイベルに首輪つけて、あの餌でもやるつもりだったんかなって、犬と同等で扱うつもりだったんかなって考えるとね、ちょっとかわいそうだけど、ちょっと興奮しましたね。まあそんな仕打ちを受けちゃったもんだから、村人全員の足を凍らせて来てしまったと。もう帰れないよって言うんだけど、まあおじさんが励ますわけよね。またこりゃいい声でさ、イケメンボイスで励ましてくれるもんだし、ね、なんならね、またこうおじさんやらかしちゃうんだけど、メイベルが寝てる隙に指輪はめちゃうのよ。左手の薬指にはめちゃって、いや一生これでお前を養えるぞって言って、俺なりの責任の取り方だって言って、もう口説き始めんのよ。また無自覚で、無自覚おじさん出てきちゃってんのよね。エルフちゃんと同じ感じでね。でしかもなんならもう泊まってけと、もう今日夜遅いしベッド2人ちょっと狭いけどお前泊まってけよって言ってメイベルもさすがに、いや私そんな みたいな言葉ってるのに、いやあれ私言葉ってるのに、あれみたいな戸惑ってる姿がめちゃくちゃ可愛かったんだけどさ。でちょっともう覚悟を決めて、メイベルももうこれ逃げられんと覚悟を決めて、じゃあせめて風呂入らさせてくれよって、風呂入るお金貸してくださいって言うんだけど、そんな匂うかって、もうクンクンし始めるね。ちょっと気持ち悪い部分出てたんだけど、この時のメイベル、おじさんもう 100% ラブの状態になっちゃってるから、もうほんとやめてくさいから、やめてくださいみたいな、もう照れてるけどちょっと嬉しくもありみたいな感じになってて、もうそんな感じだから、氷の剣もあのメイベルの心と反応してるから、もうめっちゃ溶けてんのよね。もう水バシャバシャ流れて、滝のようにバシャバシャ、もう完全に溶けちゃってて、であもうこれめちゃくちゃいい雰囲気だなと思わせて、まあ、相変わらずおじさんのね、最後もダメダメなので言っちゃうんで、いやそれ売ればいいじゃんって、お金ないなら売ればいいじゃんその指輪っつって、え売ればいいって言って、その時にもう気づくわけよね。あこいつ好意ないんだ、私のこと好きとかそういうんじゃなくて、本当にもうこうお金を渡すっていう意味で渡してるんだな、この指輪っていうことに気づいて、いびつな氷をバーって出すんだよね。最初に出てきた時はすごい顔だったけど、殺意がなかったから無抵抗だったおじさんも、その時のメイベルには殺意を感じたのか、こう戦うんだよね。戦うんだけど、その音に気づいたのか、エルフがこう部屋に来て、もう添い寝してあげようかみたいな感じで部屋バッて開けると、まるでおじさんがね、女の子を襲ってるかのような絵面になってるんでね。ちょっとこの時ちょっと悪意あるんだけど、おじさんもねすごいまさにやってるような顔してるし、メイベルも何とも言えない表情をしてるから、もうエルフも勘違いしちゃって、
しかも指 見ると指輪はめてんのよね。私には何もしてくれなかったのにみたいな嫉妬の気持ちがねすごい出てて、もうエルフとその嫉妬するエルフちゃんもまた可愛くてさ、で2人で協力しておじさんを倒すっていうねまさかの共闘入るっていうね。いやどっちも可愛いよな。エルフちゃんもいいしさ、ツンデレエルフちゃんもいいし、メイベルもいいしな。いやちょっと選べないな。何気におじさんモテモテだよね。でそんなメイベルなんですけども、実はね先祖が日本人だったみたいなんですよね。なんかおじさんの他にも転生してきた人がいて、なんかそれ戦国時代の人なのかな。その人が、メイベルたちの先祖だったと。だからでもそのせいもあってメイベルは多分おじさんのことを見てもオークとかそういう風になんか拒否反応みたいなのを示さずに、自然に受け入れられたんじゃないかな。だからおじさんのことをなんかこう倒して凍らせたけど、その後もおじさんにちょっと好きみたいな好意を寄せてるような表情だったんだよねそれにメイベルも感づいて、なんかそれにエルフも感づいて、え、なにあんたあのあいつが好きなのみたいな、ちょっとやめとけばみたいな、ちょっと言って遠ざけようとしてるエルフも可愛かったんでね。メイベルがあの一生懸命この先祖は日本人だったっていう語りを話そうとしてるのに、そんな話どうでもいいからってかき消されてねメイベル泣いちゃってよしよしってしてるね。この2人また2人の絡みもねまた面白いんですけども、でそのおじさんがメイベルの話を聞いて、え、いや俺転移ボーナスなかったんだけどみたいな話になるんですけども、このよくおじさんのその過去の動画をよく見てみたら、なんか小声で喋ってんだよね。小声でなんか声が聞こえるよって思ったら、その小声で襲われてる時に中国語で話してんだよね。中国語でなんか何が欲しいみたいな能力聞かれてて、その時のおじさんが、あの、いやせめて言葉分かればって願っちゃったから、あのおじさんのその転移ボーナスが翻訳になっちゃってるんだよねめちゃくちゃかわいそうまさかの翻訳機能っていうね。しかもそれなんかどっかの山行けばそれ言葉勉強できたみたいで習得できたらしくて、とことんおじさんかわいそうですよね。神様も手を抜いていた目とのこと言ってて、これがなんかちょっとおじさんの死と関係してるのかなって思いました。おじさんがなんかゲーム買いに行ったら事故に遭って死んじゃってみたいなこと言ってて、なんか人体蘇生の魔法でこの異世界にね転生してたんですけども、なんか神様がねこう翻訳すら手抜きでやってるぐらいなので、なんか何かの手違いか間違いでおじさんのこと殺しちゃって、なんかやべえと思って異世界にとりあえず転生させて放置したみたいな感じなのかな。ちょっと神様もね出てきてくれたら面白いなと思いました。はい、ということで以上、異世界おじさん第5話の感想と考察でございました。このチャンネルではね、異世界おじさん毎週動画を更新しておりますので、ぜひぜひチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。